皆さんこんにちは。私は岩手県にある盛岡バプテスト教会の牧師、大須賀正人です。東日本大震災が発生した2011年3月11日から3年を数えます。この3年間、私たち教会は岩手県の沿岸地域の訪問を続けてきました。震災直後には避難所や在宅避難者の方々のご自宅を訪れました。そして必要な物資を確認して届け、炊き出しを行ったりもしました。その後、仮設住宅ができると、被害に遭われた多くの方々が仮設住宅に入られました。それに伴い、私たち教会も月2回仮設住宅を訪れてカフェを行うようになりました。私たち教会は現地の必要を確認し、それに応じて活動しています。もちろん私たち教会のできることは小さなものです。全体の必要を見れば、本当に小さな必要に応えているに過ぎません。また、私たち教会が出かけている地域では、諸事情により宗教活動を行えません。時として何をもって教会として出かけているのか、問い直されることもあります。その中で、私たち教会に与えられている御言葉があります。それは、コリントの信徒への手紙1、15章58節です。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているなら、自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなた方は知っているはずです。カフェへ出かける前、私たちは必ずこの御言葉に励まされて送り出されていきます。私たち教会がどんなに小さくても、また私たち教会がどんなに弱くても、私たち教会は主に結ばれているものです。そして私たち教会が出かけるとき、主も共に出かけてくださいます。また主は私たち教会だけでなく、他の多くの同労者に呼びかけておられます。私たち教会が加盟している連盟の諸教会伝道所でも、これまで多くの働きがなされてきました。そんな諸教会伝道所に支えられ、私たち教会も出かけることができるのです。私たち教会にもできることがある限り、私たち教会はそれを行っていきたい。愛する主と隣人のためにそれを捧げていきたい。そう思うのです。私たち教会が出かけている地域では、多くの人たちが仮設住宅での生活を続けています。この地域に住宅が建つのはこれから3年後です。80歳、90歳を超えたお年寄りの方々は口々に言います。私は自分の住まいに入ることはできるのかしら。町の復興を見ることはできるのかしら。そういう状況の中で必要とされている支援の一つが、寄り添いです。これなら私たち教会にもできるかもしれない。私たち教会は何も持たないものです。現地を訪れれば、気の利いた言葉すら持ち合わせていないことに気がつかされます。もしかしたら、本当の意味で仮設住宅の方々に寄り添うこともできないのかもしれない。しかし、主を信じてこの方々のそばにいさせていただくことはできるかもしれない。何もできなくても、何も語れなくても、ただそばにいさせていただくことはできるかもしれない。そんな祈りと願いを持って出かけています。そしてこの3年間出かけ続けてきて思うことは、私たちが出かける前から主はすでに現地の方々と共におられるということです。私たち教会が訪れている地域では、まだまだ祈りと寄り添いを必要としています。私たち教会はこれからも現地の方々の必要を慎重に確認しながら出かけ続けていきます。そして現地の方々とも共におられる主に、祈る言葉を求め続けていきたいと思います。最後に、今回の大震災では、
大変広い地域で様々な形で災害が起こりました。そしてそれぞれの地域でそれぞれ違った痛みがあり、違った必要があります。そのこともぜひ覚えてお祈りいただけたら幸いに思います。以上、岩手から大菅がレポートしました。